こんにちは、ドクターネックスです。今回はピックアップでかなり沼りましたが、残月知りたいのだ。どれぐらいで出るのか知りたかった俺も。さあ、強化、一括強化、そして経験値ズブズブズブ。はい、じゃあ覚醒いきましょう。で、レベルを上げなくても一括強化ができるようになりました。ペイトゥドゥン。それじゃあレベル200まで持っていきましょう。こちらです。こちらがレベル200まで強化した残月。所属は死神、キラーはアランカルキラー、必殺技、結びの試練。巨大な斬撃を放ち、当たった傷に絶大ダメージを与え弱体にする。ソウル特性は強固イクルタイム 12% 短縮。パッシブスキルにアランカルの回避無効、そして氷結短縮、氷結無効、やけど無効。通常強固撃必殺技 20%、20%、40% アップ。そしてチェーンパーティー効果で心の死神 20% ダメージアップ。強固撃 20% ダメージアップ。状態上プラス5秒、弱体時全ダメージ 20% アップ。結構倍率モリモリしてますね。あ、緊急回避プラス2回だ。へー、全然使ってないです。紹介前にちょっと触っとこうとか思ったのにそれすらもせず、緊急回避プラス、要は3連瞬歩で強攻撃は 40% アップで、弱体入ってるとさらに 20% アップ。で、必殺技は 40% アップだけど、初段入れば弱体になるんで、その後 20% アップっていうところですね。え、強くね？私がお前に力を貸さぬ限り挽回はできぬ。残月、イチゴの残白刀が実体化した姿。村正の能力によって操られ、イチゴと敵対したものの、戦うことによって再び絆の思い出し、屈服した。いや、意外に、なんか、強えな。はい。赤攻撃ですね。で、装備。あ、まずは、レベル1であれば、ここは、レアスですね。2だったら、会心。3で攻撃。が、ダメージが上がります。防御体力は、お好きにどうぞで、特別抽選はレア使い心がいいと思います。さあ装備、転身体、ああ競争台埋まっとる、なんでだ。で、使っ、あれ、ソロで使う、あ、ソロで使うな。まあ、副干渉がいいですが、ガチャ限定のアイテムで良ければ、ゼタボルタンで道中が非常に楽になる。ここは強攻撃クールタイム短縮がいいでしょうね。ちょ
まだ継承してないんで、まあこんな感じで強攻撃クールタイム短縮と強攻撃ダメージアップをガツガツ進んでおくと強攻撃 77% アップ、そしてクールタイム 47% ダウン。さあ行ってみようか。通常4段、そんな広く見えないけど375って入ってますね。強1、これもそんなに全身にする感じじゃないですね。からこんな感じ、範囲475って書いてます。強2、前方広い範囲、強、範囲800で、強3は画面全体2000、ここに範囲アップはないんでこんな感じですね。まあ、どれも、まあ、強1がちょっと狭いかなと思うぐらいで、悪くないですね。その強攻撃ダメージアップもあるし、なおかつ、弱体時ダメージアップもあるんで、そうか、あと瞬法、行くぞ一号、月が天将、まあ継承してれば多分抜けたでしょうけど、ちょっと抜けなかったね。いやー、本当ね、しっかり強くすれば相当いいと思うんだよな。最近の敵ガード無効がついてないから最強格に上り詰めることは難しいだろうけど、かなりいいと思いますね。行くぞ一号、月が天将、もう大丈夫だ。キラーの比較、心アランカルキラー、まあなんといってもここは周平がベラボンに強いとこなんで、まあ、周平を筆頭にし、近距離赤攻撃としては2番手と言っていいと思います。非常にいい能力が揃ってる。で、千住丸、まあ、ここはね、まあ、列勝が入れば相当強いけどっていうところなんだけどもね。あ、この人必殺技ダメージアップないんだね。列勝が入って2段目以降 40% アップっていう風に見るのかな。まあ、いかんせんね、やっぱ列勝は僕的には中途半端で、相手は攻撃してくるしダメージ上がるわけじゃないしっていうということを考えると、やっぱ残月の方が全然いいですね。で、近距離で言うと、まあそういうのは通常特化型なんで、まあちょっと別扱いかなと。そういうのはグループバトルのサブ要因として重要ですね。あと、まあ近距離で言うと、これがね、共闘レンジ、
スペックとしては随分低いんだけれども、いや未だにね使いやすいなって思うけどね。ただ、やっぱり今の能力から考えると 30%40% 強攻撃ダメージアップはないというところで、圧倒的に残月の方が能力は上になってますね。モリモリだからというわけで、心はランカルキラーとしては2番手と言っていいんじゃないかなと。赤攻撃としては青攻撃も交えて考えると、この真っ白が、敵ガード無効で範囲アップもついてて、非常に強力ですね。うん、てかアランカルキラー層が薄いな。来週から、おそらくアランカルキラーが、ちょっとまだ、これ撮ってる段階では、発表がないんですけども、継承の試練を想定した際に、まあ、一番いいのは、周平でしょうね。で、銀もね、結構いいんだけどね。20、20、40で範囲アップ。範囲アップはついてないのか。範囲アップなくて、強攻撃1つアップ。で、全弱体。まあ、あとは必殺技レベルの高さとかを考慮しっていうとこですけれども。そんな中は残月悪くないです。しかも1人いると、心の死神の強攻撃ダメージアップにもなるし、継承の試練で一人いてほしいキャラクターですね。です。真っ白は自身でクールタイムだし、そう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 。まあ、敵ガード向こうがでかいな。はい、継承の試練で、使うに足りる十分に強いキャラクターだと思います。知りたいのだ。私がお前に力を貸さぬ限り挽回はできぬ。はい、今回はここまでです。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。